3試合目参ります。先攻早雲、後攻アイスピック。誰今ウェイって言ったの？さあ先攻は早雲、後攻はアイスピック。ビートは元に戻るけどちょっとちっちゃく下げて。先攻は早雲、後攻はアイスピック。3試合目さあさっさと参りましょう。発祥説のツーター参ります。 DJ スピンダッシュ。このゆるさがちょうどいい。バーカンで飲もうとしてたら先攻は早雲、最高だぜ。京都下克上思い出すぜ。ピリピリするこの空間アイスピック。お前の刺すこの切れ味どんなもんか聞かしてみ。俺の耳に刺さるかな。Yo, 切れ味は脱現で終わっつけ。そう、うん、こういったブラックジョークになんねえように気をつけな。火をつけたとこが口喧嘩。最初どこ見てやってんだ。口喧嘩の意味わかってんのか。は俺が静岡浜松のレペ、お前は京都なら両者。知らねえけどお前の見た目は不老者になる前に今日は遊んどきね。このプライド全然ブラックジョークなってない。レペゼンは京都ブラックボックス。やばいぜ、24時間テレビ募金箱よりも黒くなるオルゴールの箱さ。いやモストトップからオルゴール鳴らしてここまで来た。岐阜ブロック柳瀬ホーミス、久しぶり京都キャラクターを歌う。まだ分かってねえようだな。俺はティーチャーみてえな真似はしたくねえけど、お前の地元がブラックボックス。俺は静岡浜松エイトやクラブセコンドであるぜ。分かる、こいつは静岡セコンドテコンドみたいに決めてくぜ。締めてんだ自分の首か。俺はワンコーじゃねえからね。自分で決める、こいつが一本のマイク。自分の独白をしねえと意味がねえんだよな。ゴールでは判定に参ります。先攻そう運が良かったと思う人。ここアイスピック。オーディエンスソーン。では審査員レディージュッチ。勝者ソーン。そういえば今日24時間テレビやってたんだよ。ここに MTO。 どうでもいい。